はい、こんばんは。皆さんこんばんは。くださってありがとうございます。こんばんは。はい、こんばんは。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。ミカさん、ありがとうございます。改めましてありがとうございます。はい、もうちょっとしてからお話しさせていただこうかなと思います。ありがとうございます。よろしくお願いします。お母さん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、かなかさん、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。よしんさん、ありがとうございます。こんばんは、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん来てくださってありがとうございます。佐々木さん、ありがとうございます。ありがとうございます。楽しかったです。ありがとうございます。あ、倒れちゃった。すみません、ギターカバーが倒れちゃった。よいしょよいしょ。また後で元に直します。よいしょ。あれ、あ、ギター。よいしょ。はい、失礼しました。失礼しました。ありがとうございます。寺田さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では改めまして、昨日の弾き語り著者枠2022引き所フェス、来てくださってありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。お疲れ様です。来てくださった皆さん、無事ね、帰宅来ましたでしょうか。はい、ね、遠くから来てくださる方々や、ね、お忙しい中お時間作って、お時間割いてね、あのライブに来てくださって、ね、たくさんの方に来ていただけて本当に嬉しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。よしんさん、ありがとうございます。皆さん、ありがとうございます。プレゼントもたくさんありがとうございます。ようくんさん、ありがとうございます。いえいえいえ、それこそね、すごくあの皆さんもコメント、そう、あ、今帰ってきました。お疲れ様です。ゆみちさん、ありがとうございます。ぬくんさん、ありがとうございます。はい、そう、コメントでね、あの皆さんたくさんね、あのいいライブだった、楽しかったってね、あのコメントくださって、すごくよかった、あのすごくね、よかったなと思いました。はい、先ほどまでね、あのコメントね、返信させていただいてましたが、はい、まだね、あのそう、2個ツイートしてしまって1日の間に、そう、あのなので、あのどっちを返信しようって、あのいろいろと、はい、考えてしまって、スライドさん、ありがとうございます。でも素敵なドライブでした。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ヒロさん、ありがとうございます。本当に素敵なライブでした。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、返信ね、いや、こちらこそね、あの温かいコメントたくさんありがとうございます。あのね、あのどっちかに返信させていただいて、あの主に、あの初めにツイートさせていただいた方が、コメントが多かったので、そちらの方を中心に返信させていただいたのですが、こちら、その初めのツイートの方に、あまりコメントとか、後のコメントに書きますって書いていただいてた方には、後のコメントに、飛ばしていただいたり、私が飛んで行って、あれ、
返信させていただいたりしたので、すぐ交互しちゃってるんですけれども、またその次に2個目にツイートさせていただいたツイートのコメントには、1回コメントさせて返信させていただいた方には、ハートだけに、今させていただくだけにさせていただきます。はい。ありがとうございます。たくさんコメントありがとうございました。はい。せみさんありがとうございます。はい。では、たくさんお話しさせていただきますね。どうしよう、まずは自分次第からしていただこうかなと思います。はい、セリさんありがとうございます。皆さんありがとうございます。いえね、コメントね、返信させていただく中でね、すごくね、ライブ良かったなって思って、また振り返ることもできてね、とありがとうございます。はい。ではまず自分次第から歌わせていただいてから、ゆっくりお話しさせていただこうかなと思います。よろしくお願いします。はい、すみません、お話とかいろいろ話すことでいろいろ頭がいっぱいになってしまっていて、初めの方にプレゼントしてくださった皆さんありがとうございます。はい、ありがとうございます。では自分次第歌わせていただいて、ちょっともう本当ね、ふうって感じになっちゃってたので、自分次第歌って、気持ちいい話させていただこうかなと思います。では行きます。ありがとうございました。オリジナル曲、自分次第でした。ありがとうございました。
はい、一緒に歌ってくださってありがとうございました。はい、ありがとうございます。たくさんパチパチありがとうございます。改めまして皆さんこんばんは。お時間作って見に来てくださってありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。はい、こんばんは。こんばんは。でたくさんの方に見に来ていただけてすごく嬉しいです。ライブからね、昨日のライブからもし昨日のライブで私のこと知ってくださって、もし今来て見に来てくださってる皆さん、あの方いらっしゃったらありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。改めてありがとうございます。アランさんありがとうございます。ありがとうございます。こちらでもありがとうございます。はい、プレゼントもたくさんありがとうございます。はい、改めて、昨日の、弾き語り女子枠2022弾き女フェスに、来てくださった皆さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。また遠くから応援してくださった皆さん本当にありがとうございます。ありがとうございます。はいね、昨日はねすごく濃い時間になって、その時間をね皆さんと共有できてすごくねいい時間だったなって、貴重な時間だったなと思います。はい、昨日ご都合やコロナ禍でという方がねいらっしゃったと思いますので、その方々にどういったライブだったかということもお話しさせていただく配信できたらなと思います。今猫さんありがとうございます。猫さんありがとうございます。はい、そうね、直前になって皆さん来れませんとね、そう連絡くださった方もいらっしゃって、そうまたね機会がありましたらお待ちしております。はい、お願いします。ありがとうございます。はい、いえいえいえ、またねぜひ次回やいつかねライブするときに、コロナが収まってからのライブでも全然いいので、はい、ぜひお待ちしております。皆さんありがとうございます。あ、ねえめいっ子さんもありがとうございました。ありがとうございました。すごく可愛かった。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。匿名さんありがとうございます。ありがとうございます。はい、ぜひぜひぜひ。はい、初めて見に来てくださる皆さんもありがとうございます。あら、ハワリさん、何年か前にカラオケのテレビに出てた方ですよね。あ、そ、あの、そう、あ、はい、覚えててくださってありがとうございます。YouTube 登録してます。ありがとうございます。そうです。どちら、音楽チャンプか、関ジャニーさんのザ・モーツァルトの方ですね。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。では、どの話からさせていただきましょうか。まずは、まずは、セットリストの話からさせていただき、あれ、なんかすごいたくさんの方に来ていただけて、で、改まってしまうのですが、ありがとうございます。嬉しいです。歌った曲は、ツイートでもさせていただいたんですけれども、1曲目が、皆さんご存知、私と私を歌わせていただきました。はい。2曲目が、おたまじゃくしを歌わせていただきました。はい。あ、ダウンロードさせていただきました。カイトさんありがとうございます。ありがとうございます。おたまじゃくし。2曲目がおたまじゃくしで、3曲目が、新曲、会いたいで、4曲目が、新曲、まだタイトル未定の曲です。はい。を歌わせていただきました。会いたいは、そう、皆さん調べてくださったり書いてくださってありがとうございます。すみません、読み方を書いておくべきだったんですけど、すみません、そこの配慮がなってなくて、皆さん、
ありがとうございます、調べてくださって。はい、そうタイトルでもね、あのコメントくださった中に、あのあいいなと思うタイトルもあって、あのそう募集でも全然いいんですけれども、そう皆さんよろしかったら、そうなかなかね、あのいろいろと準備してたら、あの新曲のそのタイトル見てんのが、あのあどうしようタイトル決めてないってなって、もうあまあ、でももうあのいろいろ話し合って、まあタイトル未定のままでも、とりあえずタイトル未定のままで行こうってなって、はい、もうあのライブのトークの中でも紹介の中でもあれタイトル未定ですって言いましたね。そう皆さんあそこで、ま、笑っていただけてすごくあの安心したんですけれども、はい、そう本当に出来方ってほやほやの2曲を披露させていただきました。はい、こうやってね、わざわざ時間作って足運んでくださるライブなので、何かおっと思うことがね、あの皆さんにとって喜んでいただけることが何かできたらなと思って、新曲2曲を作らせていただきました。はい、その2曲もねすごくね、好評でよかったなと思いました。ありがとうございます。はい、うんうん、はい、おーと思いました。よかったです、よかったです。リッキーさんありがとうございます、ありがとうございます。会いたいの方、会いたいの方の歌詞、あの曲のあの会いたいの意味は難しい感じで私も書けないんですけれども、会いたいはあれ昔の言葉でメガネって言われてた言葉で、メガネが昔で会いたいって言われてて、でまたあの気持ちが晴れない様子とか、そういった気持ちの面でもあまり気持ちが晴れない様子とか、もやもやした感じを表す言葉でもあって、はい、そう、その会いたいという意味の言葉を使わせていただいて作った冬の曲となります。はい、初めてできた冬の曲ですね。季節の曲もだんだんと増えてきてね、そうオリジナル曲でも線香花火とかね、あとはその今回の会いたいとか、まあ、季節の季語は入ってないけど、私と私はその新生活応援だから、まあ春頃の、まあ、季節の曲にもなりますし、はい、冬の曲なんですよ、冬の曲、冬の曲で、冬ってすごくあのなんかどうしよう、どこまで細かく言っていいかわからないけど、とにかくあの冬って、冬の寂しさや、なんて言うんだろう、独特の寂しさとか、あとなんか、まあ、恋愛とかもすごく冬とかっていろいろと恋愛も聞くと思うんですけれども、はい、そういった曲を一曲自分作りたいなと思って、はい、曲の中にもいろいろ意味とかはあるんですけれども、とにかくあのそう冬のあの寂しい気持ちが伝わる、そう曲を作りたくて、そう寂しい夜とかにきの一緒に聴ける曲とかをそう作りたくて、切ない曲ですね、作りたくて、はい、作らせていただいたっていう気持ちが一番ですね。はい、はい、よし、そうです、タイトル未定の曲も、あと会いたいも、あのツイートに以前メモ書きでアップさせていただいた曲が完成したものです。はい、はい、またしっかり皆さんにもあの何らかの形であのフルで聴いていただけるようにさせていただく予定なので、楽しみにしていただけると嬉しいです。ちょっとあの時間かかってしまうかもしれませんが、お待ちいただけると嬉しいです。はい、ありがとうございます。大丈夫でしょうか、ちゃんと伝わっておりますでしょうか。どういった、まずは曲のことはここまででね。あれ、なんでまた延長が出てるんだろう。あら
延長が出ちゃってる。公開させていただきますね。はい、はい、ではまず曲のことはいいかな。ここまでに、ここまで話させていただいて、次は、あ、今日歌わせていただきます。はい、最後の方に歌わせていただきますね。はい、では、そうですね、ライブのどうしよう、どういったことを話しよう。あ、リハとか、あの楽屋の話ですね。はい、させていただきます。で、今回この前のどうしよう、どこから話そう、他のね、あの出演者の方々とは楽屋が半分に分かれていて、はい、3人3人で分かれていたので、多くお話しできた方とそうでない方いらっしゃるんですけれども、はい、でも一人お一人ね、すごく皆さんも優しくて、やっぱり弾き語りも、普段からそう、歌声を SNS 上で、お聞きしたことがあった皆さんなので、本当今回も舞台裏などからね、聞かせていただいたりね、なんかお一人お一人の個性がすごくね、そう、すっごい個性がすごくね、また異種格闘技までとはいかないかもしれないけれども、はい、すごくね、個性あふれる皆さんで、そう、また刺激を受けました。一緒の楽屋だったのはうっぴこさんとはるさんで、そう、ね、いろいろとお話もさせていただけて、写真も撮っていただけてね、すごくなんていうんだろう、和やかな感じのね、そう、皆さんライブ終わった後なども和やかにね、写真をすごい盛り上がってたんですけれども、お写真を撮るときにね、はい、盛り上がっていて、うん、どうしよう、どこかに、どこから話そう、どこから話そう、そうですね、で、舞台裏とか楽屋では、私今回ね、取りやらせていただいたので、すごく初め、もう当日からすごく緊張していたんですけれども、そう、もうこれまでにも、なんて言うんだろうな、前回のキャットさんのライブよりも、あれ、緊張正直してて、鳥で、鳥までの待ち時間もすごく長くて、ね、皆さんのね、歌声や、その、聞いたりとか、どんどん時間がね、迫ってきて、すごく楽しみな気持ちもすごくあったのは本当なんですけれども、もうそれと同じくらい緊張もあって、舞台直前ではお腹痛くなっちゃって、そう、手先が冷たくなっちゃって、司会の、マッピーさんや、メイクさんや、スタッフさんなどに、カイロやお湯で温めてくださったり、手で温めてくださって、そう、すごく一緒頑張ろうっていう気持ちになりました。いや、でも本当に楽しみだったんですけども、やっぱり、なかなかね、まだ場数もね、少なくて、はい。やっぱりプレッシャーと緊張っていうのはあって、そう、ね、皆さん優しい方々で、で実際ステージ立って歌わせていただいたら、初めガチガチだったんですけれども、皆さんね、温かくね、ペンライトやキンブルで応援してくださってたので、最後の方にはね、最後じゃない、どんどんね、落ち着いてきて、うん、落ち着いてきて、
そう、皆さん本当にありがとうございました。一緒に手振ってくださったり、温かい眼差しをこちらにね、受けてしっかり聞いてくださって本当にありがとうございました。今回はね、一人お一人、はい、前よりは明るかったのでしっかり見させていただくことができたと思います。はい、またね、ちょっと話戻るんですけれども、他のね方々の共演し、一緒のね、共演させていただいた方々とお写真撮らせていただいた写真もアップさせていただきますので、楽しみにしていてください。はい、はい、よし、ありがとうございます。大丈夫ですか？ちょっと早い？伝わってますか？そう、てかクリームパンちゃんはね、まだ顔出し NG なので写真はあれなんですけれども、はい、本当は可愛らしい方でした。はい、ね、すごくフレンドリーでね、そう、はい、そう、すごく可愛らしい方でした。どうしよう、あとはそうですね、どうしようかな、どう話そう。ライブ上のことで、ライブ上か、ライブ上、久米さんありがとうございます、ありがとうございます、いつもありがとうございます、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そうですね、最後のセッションの話させていただこうと思います。はい、セッションはですね、小田和正さんの確かなことをセッションさせていただきました。はい、あ、私硬かった、セッションの時、あ、硬かった、上がってた。硬かったですか。はい、セッションさせていただいて、あとなおさんという方、BiSH の、サポートの方に、のピアノ伴奏とキーボードの伴奏と一緒に、あと弾き所の6人と、司会のお二人でセッションさせていただいたんですけれども、はい、そう、パートごとに歌わせていただいて、歌詞のね、小説ごとに歌わせていただいたりして、ね、すごくやっぱり弾き語りの良さが出るね、セッションだったなって思います。話下手だな。弾き語りの良さが出るセッションだったなと思います。はい。はい。久米さんありがとうございます。ありがとうございます。ね、なかなかね、6人、9人でセッションっていう機会はね、なかなか貴重な機会でないと思うので、すごくいい経験でしたね。はい、はい、よし、はい、かな、はい、うん、ああ、日がたりの6人だからみんな感情がこもって泣いちゃったよ。ああ、そう、泣いてね、泣かれてた方もね、泣かれてたんでちょっと言い方があるかもしれないけど、そう、泣いてくださってたりした方もねいらっしゃって、そう、いろんな場面でね、
よかったなって言い方あれかもしれないけれども、会いたいで泣いてくださってたりとか、あと、ね、確かなことで泣いてく、あの、泣いましたって言ったもね、あのそれほどね、あのなんて言うんだろう、届けられてよかったなって思います。はい、またね、あの写真などはあのいただくと思いますので少々お待ちください。はい、そうカメラで撮ってくださった方がいらっしゃったので、はい、ぜひお待ちください。うん、ないかな。ライブ上、あのステージ上ではね、あの私と私の時にはこの前あのなかなかね、あの緊張して動けなかったのがちょっと悔いだったので、あの私と私の時にあの左右に歩こうと思ってあの練習してたんですけれども、緊張が高まりすぎちゃってあのガチガチになっていて、でもあの端の方だったのでうちの方にあの来てくれて、そうよかった、嬉しかったってね、コメントでも書いてくださった方がいらっしゃって、あ、動いてよかったなって思いました。はい、そうステージが横に広かったのでね、すごく広かったので歩きやすかったです。はい、はい、はい、ありがとうございます。あれ、一応あの両側行ったつもりだったんですけれども、ちょっと遠かったかな、はじめに両側行ったつもりだったんですけれども、すみません。はい、そう、それでね、あのそう近くで見ることができて嬉しかったとね、あの来ていただけてよかったなと思います。はい、その時にね手振ってくださってて、あり嬉しかったです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あやさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、衣装、服装は自分であのメイクと髪型をメイクさんにしていただきました。はい、そうすごくね綺麗にしていただいて、でメイクさんともすごく仲良くさせていただいて、ね、あのキラ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 な感じでお願いしますってお願いして、じゃあキラキラなのいっぱいつけようって話になって、で塗ってくださるたびに、あ、いいじゃん、でニキビもちょっとあったので、そうファンデーションとかにしてくださって、肌綺麗になったねって話して対しました。はい、綺麗にしていただきました。はい、はい、衣装は自前です。はいですね、またいつかね、ぜひあのまだ来たことない、ライブね聞いたことないって方や、今回来れなかった皆さんもいつかぜひライブでお会いできることを楽しみにしております。はい、あとは大丈夫かな、話大丈夫かな。髪型はですね、初めはあのおろしで行こうかって話だったんですけれども、あれ後からやっぱりアップの方がいいかなって話して、そうアップにしていただきました。はい、ありがとうございます。その時はぜひお待ちしております。
待ちしております。ありがとうございます。はい、そうですね。あと昨日のね、新幹線内でのね、ちょっとの配信、来てくださってありがとうございました。見てくださってありがとうございました。はい、ちょっとで配信、家帰る頃だとちょっと時間が、そう、11時とか12時過ぎてしまって、ちょっと配信する時間にはあれかなってなって、でも新幹線の中でここでやるしかないと思って、そう、少しの間でちょっと小さい声なので聞きづらかったかもしれないんですけれども、はい、聞いてくださってありがとうございました。あと急で申し訳ございませんでした。はい、でもありがとうとね、毎回ライブ後はお伝え、配信でお伝えさせていただいてましたので、はい、ちょっとでもお話できたらなと思って、今小声だったので、一個飛ばして隣の席にいた母も何話してるか全然聞こえなかったって、終わったのって言ってて、はい、でも皆さんにはちゃんと届いてたみたいで、そう、よかったです。あんな形で申し訳ございませんでした。久米さん100個もありがとうございます。皆さんプレゼントありがとうございます。すみません、全然読めてなくてありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ゆさんありがとう、たけさんありがとうございます、あまささんありがとうございます、ありがとうございます。あ、ボリューム上げてくださってた、あ、やっぱりボリュームはそうですよね、上げないと聞こえないですよね、すみませんってマーク開けました。はい、ニコニコさんありがとうございます。なんとかなんとか配信しようじゃって、もう急ぎになっちゃったんですけれども、ニコニコさんありがとうございます。ユウさんありがとうございます。聞こえました、よかったです。はい、よし、ぐらいかな。そう、お弁当は、お弁当をいただいてね、東京ではご飯食べれなかったんですけれども、楽屋のお弁当をいただいて食べさせていただきました。サバと、あと夜ご飯は和風ハンバーグ、美味しかったです。はい、ですね、ワンマンとかでもね、ワンマンね、またある時にはね、さらに楽しめるように、皆さんね、楽しめるように、ちょっとコロナがどうなるかわからないんですけれども、さらにね楽しめるように、そう、またお知らせできたらなと思います。ワンマンは、そうですね、ワンマンはどういったライブに使用できたらいいかな。あ、そう、そうそう、1月9日にもね、ビジョン見に来てくださった皆さんありがとうございます。そう、リップで写真見せていただいて、なかなかさんだったかな、ビジョンも人気ですって写真アップしていただいてて、あー、すごく嬉しいなと、見に行ってくださった皆さんありがとうございます、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。こんばんは、今先に来てくださった皆さんもありがとうございます、ありがとうございます。うん、え、待って、ビジョン第2弾、え、それ、え、ちょっと知ら、え、待って、え、知らなかった。ビジョン第2弾、それの、ちょっと、初めて聞い、
すみません、私が情報不足で。あ、違う？あ、違う？すみません、早とちり？あ、違った？あ、希望？あ、ごめんなさい、もう本当すみません、捉え方が違う、もう本当にと、あの捉え方がね、あのすみません、あったらいいなの話ですね、すみません、失礼いたしました。そうね、あったらいい、もうあるのかと思って、私が知らない間にあったのかなって思って、あ、そうだね、あったらいいよね、そうだねすみません、失礼いたしました、すみません、焦らせてしまって全然大丈夫です。はい、そうね、はい、ね、そう、出てたらそれびっくりしますよね、私知らないんだけどってなって、そう、と別の場面なのかなって思って2番とか思っちゃった。はい、うんうん、よし、ないかな、あとは話されてることとか、まあまたありましたら明日もね、あのお話しさせて、明日 YouTube ライブでお話しさせていただこうと思いますので、はい、またありましたら話しさせていただこうと思います。はい、うんうん、改めて昨日のライブ4時間作って足を運んでくださって、どこからありがとうございました、ありがとうございました、一緒に盛り上がっていただけてすごく嬉しかったです、ありがとうございますね、新年皆さんにとってね、いい思い出の一つだったら嬉しいなと思います。はい、ありがとうございました。はい、新曲もね、たくさんね、あの新曲も喜んでいただけてすごく良かったです。いろいろと今回のライブの改善点も改善して、改善点はもうちょっと、うん、声量が欲しいのと、もうちょっと度胸をつけたいのと、あともうちょっと動こうと思いました。はい、前よりか動けたと思うんですけれども、はい、またそこ改善してまたいい曲作って、あの皆さんに楽しんでいただけるライブができたらなと思います。はい、はい、うん、すごく楽しかったです、楽しかったのが本当です、緊張も同じぐらいだったけど楽しかったです。はい、ありがとうございます。それもいい経験でした。これからね、また機会があったら次はどうと行くぜって感じでできたらなと思います。でも舞台裏では皆さんね、同じようにすごく緊張されていたみたいで、うん、やっぱり緊張は、程よい緊張もいるし、やっぱり大事な場はやっぱりね、人間だから緊張すると思いますので、うん、やっぱり経験してって、でも緊張忘れずにしていきたいなと思います。ココアさん、ありがとうございますですね。はい、ありがとうございます。はい、よし、ではお話は以上からと思います。はい、お話は以上にさせていただきます。またね、ご質問やありましたらまた配信でお話しさせていただこうと思います。はい、ね、少しでもあの配信じゃなくて、あの昨日ライブにね、
来ていただけな、あの来れなかったよって、皆さんにもライブの様子が伝わっていたら、何よりだなと思います。はい、お話聞いてくださってありがとうございました。ありがとうございました。はい、うん、明日火曜日なんですけれども、はい、YouTube ライブで、YouTube ライブでもお話しさせていただきたいので、ズダさんありがとうございます。はい、ありがとうございます。そうですね、楽しさ、楽しむことは忘れずに次回のライブもできたらなと思います。はい、そう、明日はね、あの YouTube しか 見れないよって方もいらっしゃるので、また明日もすぐにね YouTube ライブができたらと思い、火曜日 YouTube ライブさせていただきますので、よかったら、ちょっと同じ話になってしまうと思うんですけれども、はい、よかったら来てください。はい、では伝わってよかったです。本当にありがとうございました。また次回の、もしいつかのライブね、ありましたら、ワンマンまでにありましたら、ぜひ来ていただけると嬉しいです。はい、また来たいと思っていただけたらすごく嬉しいです。山猫さんありがとうございます。こちらこそ聞いてくださってありがとうございました。いや本当不安だったんだよ、ライブ終わった直後、皆さん来てよかった、来てよかったと思っていただけたかなと思って、もうすごくそう、声に出していただけるわけじゃないから、すぐに、そう、その後にコメント見たりとかしてよかったなと思ったんですけれども、そう、すごく不安で、はい、楽屋でもよかったかな、大丈夫だったかなって思ってたんですが、よかったです。またいいライブができるように頑張ります。はい、ありがとうございます。はい、今回初めてだったって方もね、いらっしゃいましたよ ね、ありがとうございます。はい、また次回機会がありましたらぜひ来てください。ありがとうございました。本当行ってよかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。生歌のすごさ半端ない。よかった、よかったです。はい、そう、今回足りなかったなって方もね、いらっしゃったので、そう、ワンマンライブとかではお腹いっぱいになるくらいね、もういいよってなるくらいね、出していただこうと思いますので、はい、はい、ではお話ここまでにさせていただこうと思います。お話聞いてくださってありがとうございました。はい、そう、まだね、コメント返信できてない方、違う方にコメントしましたって方ね、2つのツイートのうちいらっしゃったら、そのまたもう1個の方はまたね、ハートさせていただくので、少々お待ちください。はい。よし。では、ここからは、ミシャの曲を歌わせていただいて終わろうかなと思います。ちょっとすいません、話してる途中でちょっと今日あんまりどんどん調子があれなので、1曲だけ歌わせていただいて終わろうかなと思います。受けたら2曲で、はい、
ジナル曲、新曲まず1曲歌わせていただいて、明日にもう1曲歌わせていただきます。どうしよう、どっち歌おうかな。どっち歌おう。相手出るかな。相手ちょっと出ないかもしれない。どうしよう、相手出るかな。あ、ちょっとサビだけ出してみて、盛りそうだったら。あ、出ないかも。ちょっと今日無理かもしれない。ちょっと明日に整えてきますって、すみません。なので新曲アップテンポの方歌わせていただいて終わろうかなと思います。すみません、今日歌うちで来たんですけれども、はい、ちょっとお安全の時に歌わせていただきます。そしたらまたまだちゃんとフルで、あの、なんていうの、残るっていうか、あの、動画としてたりとか、あとダウンロード形式だったり、ちょっとまだ決まってないんですけれども、はい、ちょっと時間かかっちゃうかもしれないので、はい、ではタイトル右手の方から歌わせていただこうと思います。真っ白なままの髪、頭抱えてからもう十分、何もかけないや、比べるのは距離より、昨日の自分
名曲、タイトル見てでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ちょっと万全じゃなくて申し訳ないです。はい、これからもね、この曲もよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。この曲は、応援ソングなんですけれども、私とありがとうございます、ヨシさんありがとうございます、新曲最高ありがとうございます、ありがとうございます、さくらさんありがとうございます、よかったです、ありがとうございます。はい、私と私が、応援ソングで、寄り添う形の応援ソングだと思うんですけれども、この応援ソングは、あれ、なんていうの、背中を押す気持ちで作らせていただきました。ちょっと今日私背中を押す力をすごく弱かったと思うんですけれども、はい、で自分に向けても、自分に向けての歌詞の意味でも作らせていただいたり、でその中で背中ね、押されるって方がいらっしゃったらすごく嬉しいなと思って作らせていただきました。山猫さんありがとうございます、ありがとうございます、すごくいいです、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、ヒーローさんありがとうございます。こちらこそ聞いてくださってありがとうございました。じゃあまたね、万全整えて、もう1曲の新曲の方を歌えたらなと思います。こちらの曲すごく好評だったので、はい、早く皆さんにね聴いていただきたいなと思います。はい、では本当にね、改めて昨日のライブありがとうございました。またこれからもね、ライブありましたら、皆さんに来てよかったと思っていただけるようなライブにが作れるように頑張っていこうと思いますので、はい、ぜひまた来たいと思っていただけたら嬉しいですし、行ったことないけど行ってみたいと思っていただけたらすごく嬉しいなと思います。はい、いつかお待ちしております。ありがとうございました、ありがとうございます、匿名さんありがとうございます、元気が出てライブの話ありがとう、こちらこそありがとうございます。はい、コッペさんありがとうございます、いえこちらこそ伝わっていたら嬉しいなと思いますね、皆さんに。はい、来ていただいた方にはその要因を振り返っていただいたり、うん、あと来れなかった方には共有できてたら嬉しいなと、それが一番だなと思います。はいはい、本当に応援たくさんありがとうございました。はい、では今日はここまでで終わろうと思います。匿名さんありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、まだまだ余韻に浸ってます、あ、ありがとうございます、ありがとうございます、そこまでね余韻に浸っていただけてよかったです。はい、ありがとうございました。では残り1分なので、はい、ありがとうございます、美川さんありがとうございます、癒されました、よかったです、陽君さんありがとうございます、ありがとうございます、またコメントでも、はい、コメントまたね、いいねさせていただいたりさせていただきますので、お待ちください。では、また明日できたら告知させていただきます。よろしくお願いします。温かいコメント、プレゼントナイス。皆さんありがとうございました。お時間作ってみてくださってありがとうございました。初めて見てくださった皆さんもありがとうございます。はい、ありがとうございました。また次回の配信でお会いしましょう。あ、はい、ありがとうございました。いつもありがとうございます。では、おやすみ。